本申し込み今日まで。FC こんばんは。眠というか、なんか目がなんかひ開かない今日の石田は目がちょっと若干開きづらいかも。こんばんは。今日はですね、経済大学、広島経済大学の経大祭に出ましたそう、めっちゃシークレットでさ、みんなに告知したかったんやけど、なんか内緒ってなっとって、でもやっぱ言いたいってなってそしたら許可が出て言わせてもらいました。でもめちゃくちゃ急に、マジ40分前ぐらいに告知したにもかかわらず、何人の方かいらっしゃって、あとライブ中にもダッシュで見に来てくださったりとかして、もうありがたありがたって感じでした。ありがとうございます。うん、ゆきおさん、雪の色、白、雪おさんありがとう。パラパラありがとうございます。で、私がなぜ目がなんかちょっとは若干、ほんのちょっと若干開かないかと言いますと、今日はその大学園祭、大学祭の後に、なんと、猫カフェに行きました。イエーイ。もう可愛すぎて、もう発狂しそうでした。そしたら、アレルギーなんですけど、でもそこまで激ヤバアレルギーじゃないんですよ。たまにアレルギーを発症せん猫ちゃんもおったりするんやね。一緒におってもアレルギーが発症せん猫ちゃんもおるけ、これは猫カフェも行けるのではないかと思って行ってみたんですよ。で、くしゃみは普通にたびたび出たんですけど、でもまあそんぐらいで、でも家帰ってきて、なんか目がかゆいってなってで、今はちょっと目がかゆい。でも絶対明日になったら大丈夫だと思う。え、もうめっちゃかわいい、もうほんとにもうめちゃくちゃ可愛くてね、いっぱい写真撮りました。何枚撮ったんやろ。ほんとにたくさん写真撮りました。めっちゃ可愛かった、みんな。なんかすごい毛の長い高貴な猫様っていう感じの猫ちゃんもいれば、もう眠そうな、あ、お眠ですねみたいな
猫ちゃんもいれば、そうマジでキリッとしてかっこいいっていう猫ちゃんもいれば、マジで愛くるしい猫ちゃんもなんかもうベロ出して寝ちゃってるみたいな、もうみんな可愛くてやばかった、本当に可愛かった。あの私結構猫アレルギーで、猫ちゃんにあの距離が縮めれないとか、触れない、あんま触れないとかっていうのもあって、ワンちゃん派なんですよね。でも最近ちょっと猫ちゃんちょっとやばいですね。超かわいい。たかひろくんさんありがとう。ワンちゃんと女性のアバターだ。ありがとう。日焼けマンさんありがとう。まぶしい。日焼け。ありがとうございます。みんな写真集ゲットしてね。あとね、地方婚もファンクラブがのあれが今日までです。あと30分くらいお願いします。うん、西尾さん西尾さん築城ありがとうございます。お城西尾タワー建設ありがとうございます。お久しぶりです築城ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。え、すごい、昔実家で猫10匹ワンちゃん1匹飼ってました。え、すごい、猫カフェってこと？もはや実家猫カフェだったってこと？最高じゃん。今週の特典今日までだ。え、そうかも、日曜やけん。そうや、皆様今週の特典今日までです。ちょっとそれツイートしよう。なんてこった、なんてこった。いつだ私がこの絵柄になったよってしたの、いつやねん。あ、それさ、写真集の方のアカウントですか？ツイートしたらんかも。写真集のアカウント、うん、あ、これですね。配信のこの絵柄ゲットは今日までです。なのでぜひとも追加しました。あのさ、この今日さ、境内祭でその屋台とかさ、出店もいっぱい行ったんよね。でさ、このツイートしたんやけど、この飲み物を買ったら、このなんかカチューシャみたいなやつもうくださって、そう、めっちゃ可愛くない？でコアラのカチューシャをゲットしたんですけど、でさ、絵文字コアラの今日使ったら可愛い、コアラの絵文字可愛い、可愛い子ちゃん、
屋台で何か食べた。屋台はその学生さんがすごい春巻きがおすすめですみたいなすごい伝えてくださって、それでみんなで春巻きを食べたのと、あとはこの持っとるドリンク、これすごいんですよ。あのね、タピオカみたいな白いのが入っとんやけど、それはすごいイクラみたいな、マジでタピオカじゃなくって、タピオカはさ、なんかもうもちもちだねって感じやん。もうこれイクラ、この白いのね、イクラみたいな、なんか弾けるみたいな、めっちゃ美味しかったんですよこれで。上にはタコさんウインナーとなんかおせんべいみたいな、これ美味しかったです。学園祭良いですね。え、そう、そのね、イクラみたいなやつめっちゃ美味しかった。家でも飲みたいぐらい。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました、皆さん。うん、ダーラーさんありがとう。 LA ラミユラッチさんありがとう。え、これさ、あれやん、何回な、それリラックマ、リラックマ、リラックマのアバターや、かわいい。リラックス、ありがとうございます。みんな私どこが変わったかわかりますか急にむずクイズ、どこが変わったでしょう。正解は低い音、ドゥ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 、うん、じゃん、前髪を切りました、イエーイ。昨日前髪を切りました、切ってもらいました、仲良しメイクさんに。マジ今でもさ割と長いんですけど、1センチぐらい切りました。当分切っとらんくて、そう、でもなんか切られてるみたいな、そうにはあんま思っとらんかったんやけど、そう、切ってみようかなと思ってお願いしたら予想より伸びとった。今日さ、ソレイユ行ったんよ、猫カフェソレイユにさ、あって、ソレイユ行ったんやけど、ソレイユにローヤ、合っとる、あの発音、ローヤ、ローヤっていう家具屋さんができとって、10月5日オープンみたいな、めっちゃ最近、あ、最近でもないか、え、もう11月、今何月、あ、10月、あ、頭が、そう、でもめっちゃ最近オープンしとって、ローヤ、私さ、あれすごいなんかおしゃれな家具屋さんみたいなイメージで、海外のイメージだったんですけど、日本にあるんやと思って、しかも広島に、しかもソレイユにあるんやと思って、めっちゃゆっくり一周した可愛かった、可愛い部屋に憧れます。ネットのだと思ってた、え、ね、それな、ネットの
なんか通販のものってイメージ。あ、ほんまや、11月だったら写真集出とるね。統一感のある部屋に憧れる。わかる。もし一から部屋を今後作るぞってなったら、白とグレー系の家か、なんか木目調でも濃くない木目調の薄い木の色かのどっちかにしたいって今日思った。牢屋を一周して、え、VS パークまだ行っとらん。でもあのチラ見した。そう、それゆえにね、 VS パークっていうなんかもうほんまになんかテレビとかの番組で見るようなすごいゲーム体感するゲームみたいなところができとって、あれめっちゃ行きたい。あれすごい、行きたいな。あれなんかイモースで行きたいな。そう、ホームペン見たけどめっちゃ楽しそうで、え、もうほんまに楽しそう。でも私ああいう勝負ごと、体を動かす系の勝負ごとは全部激弱激弱なので、そう、自信はないけどやりたい。赤ちゃんありがとう、写真集じゃん。これ適当じゃないですからね、あの真剣に考えて、じゃん、そう、これがいいかなと思ってやってみました。適当じゃないよ。今日誕生日メール来ました。うん、モンブランさん、誕生日おめでとう。モンブランを食べたのかな。チュンチュンチュルルチュン、小枝チョコさんありがとう。小枝ありがとうございます。猫カフェ行ってさ、目もちょっと若干の違和感だし、あの鼻も若干の違和感ですわ、こりゃ克服したい、ほんまに。でまたすぐ猫カフェ行きたい。可愛かった、本当にマジで。やはりわしゃ眠い。なんで眠いんだろう。今日は7時間ぐらい寝ました、平均、人間の平均的な睡眠をしました。し、車で10分ぐらい寝ました。
そう、家着くちょっと前に、あ、もうちょっとで着くと思って、でそっから記憶がなくて寝とったね。推ししか勝たんすごい、これ新しいやつかな、初めて見たかも。ふくちゃんさんありがとう。ふくちゃんといえば猫福田あかりに結構引っ張られてる。ふくちゃん猫ありがとう。エータさんありがとう。カエルだ、ゲコ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 。晩ご飯たくさん食べて眠いとか、いや今日は夜ご飯お寿司を食べたんですけど、なんかそれ家でご飯食べたよね。で海鮮丼屋さん、あのさ下のさ1階のフードコートの方、大人なフードコートみたいなとこがあるんやけど、そこの海鮮丼の、でも海鮮なんかあんまお腹空いとらんかったよその時やけん、海鮮丼じゃなくてそこにあるお寿司みたいな、8貫おすすめ8貫セットみたいなやつを頼んで食べたんですけど、もう何時に食べたっけ、6時あ7時ぐらいに食べたんですよ。やけんもう8、9、10、11、12、5時間経ったけお腹すきましたてかそのさ注文するときはお腹すいとらんわと思って8貫のやつにして、あと3貫ぐらい揚げたんよ。やけ5貫食べて、でごちそうさまでしたって言ったはずなのに、ごちそうさまの時になんかお腹空いとってあれみたいな。やけ今は腹ペコです。なのでこの後なんか食べます。夜ご飯パート2。千穂ちゃんのショールーム見ると寿司食べたくなる。確かになんかお寿司の話もよくするし、お寿司配信で食べたよね、あの写真集のあれの時に。寿司大好き。最近まいちゃんと2回お寿司食べに行きました。あ、3回3回お寿司行きましたね最近。最近というかここ1ヶ月、え、ここ1ヶ月かな、いや、ここ1ヶ月で舞ちゃんとお寿司3回行ったかも。1ヶ月か1ヶ月半ぐらいか分かんないけど、この前焼肉からのお寿司をはしごしました。意味わかんないよねその日のことをファンクラブに載せようと思ってますブログか、ブログかな、ブログに。結構しっかり焼肉も
お腹いっぱい苦しいってなるまで食べて、でその後ブラブラしとって、でもともとラーメン行くか焼肉行くか悩んどったよね。で焼肉食べてブラブラした後に、いや、 やっぱラーメン食べたくないってなってラーメンかでもお寿司も食べたいねってなって、で悩んだ結果お寿司を食べました。美味しかったです。うん、写真集ゆさなこさんありがとう。ゆこたつ猫さんありがとう。うん、土方さんありがとう土方ありがとうございます。じゃあランキング、あ、シュナイデルさんありがとう。あ、キュルキュル猫だアバターがキュルキュル猫だ。キュルキュル猫最高。じゃあランキングを読みます。20位ヒロロン、39位バンブーホース、38位ポルダーアグリさん、17位マッキーさん、16位のりふみさん、15位ガンスくんさん、14位宮川和幸さん、13位ヌルディンさん、12位雄大さん、11位キョンシーさん、10位ツバメさん、9位ユリアピースさん、8位シュローケンさん、7位ヒロッチさん、ラッキーセブン、6位カズキンさん、5位ツリケンさん、4位ミックさん、3位グリアティーナさん、スリースリー、2位東京のスワンさん、ツーツー、そしてそして第1位はフロロロヒュン西尾さん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです。イエイ、ありがとう。ちくどーお城もありがとうございました。感謝ありがとうございます。じゃあスクショタイムをします。猫にゃ、フードとかかぶってみたり見たりしちゃったりして、イエーイ、バイバーイ、バイバーイ、おやすみなさい、さよなら。あ、来週からも頑張ろうね。来週？今週もお疲れ様でしただって今日でさ、あれってことやろ、得点が変わるってことは、そういうこと。